いいですね。これ動画ですから。動画なの。動画って言わなきゃ分かんねえ。YouTube です。YouTube しかも。なんだっけ。リコラの。ナイス、鈴木さん、鈴木さん、鈴木さん。めっちゃ美味しいんじゃないですか。鈴木さん。やめろよ、お前。ぼっち、ぼっち。動画これみんな YouTube なんでよろしくお願いします。やめて今ホテル朝ですね。昨日すっごい楽しかったですね。やっぱ仲間っていいですね。古い仲間というか、同じ釜の飯を食った仲間というか、そういうのってすごいいいですよね。なんか最初前半は銀座に移動して、僕の師匠ですね、愛子先生とお食事ということで、行ってきました。で、まだM 谷口の店舗の店長されてるね、藤原店長も一緒に、いろいろねお話しさせてもらったんですけど、すごくやっぱり有意義な、お時間を過ごさせてもらいました。で、その後、新宿に移動して、歌舞伎町の居酒屋でね、これも先輩たち中心に、僕らの同期もいて、あと後輩もいたんですけど、仲間たちともう本当に何年ぶりかにまた集まって、そのメンバーで飲もうみたいな感じになって飲んだ。すげえ楽しかったですね。なんかこうやっぱ同じ釜の飯を食ったというか、同じ志のもとにこう集まってた仲間っていうのは、なんかやっぱこう何年経って集まってもあんまり言葉交わさなくても、なんかまた一つになれるというか、分かり合えるというか、言葉を交わさなくてもうんみたいな、なんか通じ合うものがあって、ですごい楽しかった。お酒もね、みんなやっぱり飲みましたんで、ちょっと楽しかったですね。まあなんかこういうのをまた続けていくために、まあ、僕は僕で、またね頑張って、働かなきゃなみたいな風に、改めて思いましたね。はい、また。待って、とりあえず入って。これあれでやめてよ、あげんのやめて。